ポップジュース。今回は BL ゲームフレンドリーラボをやっていきたいと思います。あー、何も前情報知らずそうやってるから、ちょっとどんなゲームなんか行ってみよう。すごい、行ってみよう。開始する。はい、いい。グロテスク。おお。このゲームにはグロテスクな表現が一部含まれています。気分を害する恐れがあるので各自責任でプレイしてください。うわ、プレイする。行こう。皆さんも気をつけてください。あ、え、え、ちょっと動く虫が出てきます。動く虫の表現の設定を行ってください。僕ですね、ようこそ実験者さん。お、実験者さんです。私らが実験者ってこと多分ね。はい、これから記憶をなくした二人を幸せにして あげましょうみたいな。幸せにしてあげよう。なるほどね。ほんま、それが一番大事。彼らに様々な食事アイテムを提供することによって、二人の名前に悩みを解消したり、記憶を蘇らせることができます。記憶がないのね。なるほど。アイテムを与えることによってね。難しいことはありません。あなたの思う彼らの幸せを実現してください。おー、カムね。あ、二度目だ。あ、怖い。え、もうすでになんか始まってるけど何？なんか、押せ、タップしてくださいって書いてあるところがなんか怖いんやけど。なんか全体的にキモい。まあ、押してみますか、一旦。はい。盗撮する？盗撮する。キモ。シンプルにキモいやん。何何何。え、あ、二人押して。怖いから押して。押すよじゃあ。おー、めっちゃ目開いとるやん。バーン。え、怖いね、ちょっとこれ。ホラーなんちゃうん。あ、押して進む系だよ。ああ、なんか痛そうな表情。一応うんってなってる。ああ、まあまあね、だ誰やねんお前ってなっとるやんな多分。うあうあ、お前は誰だ。そうなるね。誰でしょうね。なやなや、まあ、まあ分かってないもんね二人もね多分。なんだこれ。声が上手に出なかった気がしただけです。ふふ。君は誰ですか。無言と。無言と。いや、だいぶ無言だね。誰だやろうと思ったのよ。ブフ、やめてください。その顔を性癖に刺さりました。あれ、ちょっとあれれれれ。やっぱりそういう感じ。やっぱりね。性癖に刺さります。俺が誰なのかわからない。いや、ね、そうだよね。いいんですよ。安心してください。え、お前、あれなんだね。記憶は失っとくけど、性癖はわかるってことでしょ。なるほどね、うん。僕も記憶がないんです。でもこう、うん、結構スラスラ喋っとるから、実はさ、こいつ悪いやつとかね。ちょっとなんかさ、こんな余裕ぶっこいてる。ねえ。恐れですね。キュンマロ。ムハンマドくん。んはって。お前の名前か。違います。世界で多いと言われている、言われる名前を呼んでいました。ムハンマドが一番多いの。本当に？そんなこと覚えとるのおかしない。だって記憶喪失なんですか。なんでそんなのまさかそれが俺の名前なのか。この子かわいいね。かわいいね。ブフ、違うと思います。何やねん。笑い方独特やん。すいません、冗談が過ぎました。ただ名前がないと不便なので。不便じゃない。君は東、僕は西。お互い名前をそう決めませんか。おう。じゃあ、東くんと西くん。西くん、それでいい。オッケー。いいらしい。では、これからよろしくお願いします、東くん。おー、うん、いいね。うん、よろしく、西くん。こっちもびっくりする。こっちもびっくりする。顔がね、この子ね。かわいい。びっくりしてるね、すごい。何か音が。なあ、どっちもびっくり。天井が開いた。へえ、何か見えます。なんだなんだ、え、ここもしかして。あ、え、なんだあれ、人の手か。いや、なんだほんとこれ。残念ながら機械のようです。皮膚の再現性がすごくて本物見えますが、人間の手はこんな長くないです。え、キモいよね、想像したら。ここの手とジュースの手で、うめぇーって。ワイラがあげとんかこれ。せや、水くれるんでしょうか。おー、汚い水じゃね。うん、みたいだな。大丈夫さ。飲んじゃった？え？本当に水かどうか。あれは西くんが飲んだんかな？東くんか。東くんが飲んだ。水だった。そうかい。わからんで、お前。ん、ねえ。今度確かめる前に東くんが飲もうとしたら叩き落としますよ。ああ、でもこの場合はお前が正しいわ。見て確かめた。見て確かめた。見ただけじゃわかりません。いや、そうそう。ゼロ、水だった。キッズやん、キッズ。かわいいやん。東くん、かわいいやん。結果論です。知り合っていきなり死なれたら悲しすぎます。かわいい。ちゃんとそういう感情もあるんだね、うん、君には。そうなのか。なんか、一気に東くんがサイコパス見かかってんだもん。そうですよ。じゃあ、今度から確かめる。うん。かわいい。かわいい。なんか、ちゃんと言うこと聞くんだね。ええ、ありがとうございます。あ、ダウンロードね。できてなかったらしいですね。あ、
あ、これに質問をします。今落ち込んでますか？何か出てくる音がするけど何も見えないな。ということは小さいものなんでしょうね。おー、カード、カードだ。今落ち込んでいますか？うん？って感じで二人ともえ？あー、見合わせ僕たちをバカにしているんでしょうか。まあそうですよね。なるよね。これはここに僕たちを連れてきた、俺たちを連れてきた誰かからの質問ってことなのか。多分そうなんだと思います。じゃあなおさら煽ってんな、うん、まあ僕たちの情報を集めるために機械がランダムで質問生成しカードを出してきているだけという可能性もあるかもしれませんが。頭いいねこいつ。西くんは管理する人、人間がここにいると思うか。いまーす僕らです誰かはいると思うんです。まあ、じゃないと出す人とかね。それにこの質問のカードが出てきたということはやっぱり僕たちは監視されているんでしょうね。見てるぞ見てるぞ。そうだな。東くんの疑問通り、この質問は誰かが考えたもので、その誰かがここを監視している人物だとしたら、どんな人たちが僕たちを監視しているのかわかるかもしれませんね。あー、クソ不女子だね。お前ら監視しとるクソ不女子だね。そうだな。ごめんな。ごめんな。そういえば肝心の質問にはまだ答えてなかったですね。落ち込んでるかってやつだな。ええ。とりあえず僕は落ち込んでいません。東くんと一緒ですから。あらー、認識キュン。俺は落ち込むというより、戸惑いと焦りの方が強いかもしれない。そりゃそうだよな。そりゃそう。では、これで質問の回答終わりですね。あなたへの信頼度が1上がりました。信頼じゃない。あ、信頼じゃないよ。信頼されるわけないよ。ごめん。なんかのゲームのやりすぎか、もしかして。信頼されたと思っちゃったわ。あ、これ質問と盗撮しかできへんのか。まあ、まだ初めやからね。あ、え、親友を裏切ることができますか。あと、好きな女性のタイプはと、他の他人の子は愉快ですか。まあ、これをやれってことですね。親友なんて分からないの、記憶ないから分からないけど、裏切りたくない。いや、性格いいわこの子。ええ、僕も親友を裏切りたくないです。裏切りそう。でも2人ともさ、外の世界で親友やったっていう。ああ、でも状況によっては裏切るかもしれませんが。ああ、ね、例えば。そうですね、例えば東くんが助けてくれと泣き叫びながら川で溺れていても、そのまま静止してるかもしれません。なんでやねん。静観か、静観してるかもしれない。どうして助けたれ。他の人も呼んできてくれないのか。呼びません。なんじゃ最低だな。お前、それはそういう顔になる。えみたいな顔しとるもんね。そうなるよ。でもちゃんと東くんが気を失ってから引き上げます。サイコパス。サイコパスなの。はてな。お、甲骨とした表情。おいおいおい。引き上げたら人工呼吸をして助けます。頬を染めるな。ニコちゃうねん。めっちゃいい笑顔しとるよ。今までで一番。それは俺を裏切ってない。裏切ってないことになるだろう。東くんが助けてほしいときに助けていませんから。でも結果的には助けてるだろう。僕の目的が人工呼吸だとしたらやばいなこいつ。助けてほしいと切に思う東くんの感情を無視し、気を失うまで何もせず、その後何食わぬ顔で東くんを引き上げ目的を達成する。結果的には東くんの命を助けていますが、溺れそうになっている本人にしたら一連の僕の行動どう思うでしょうね。大抵。まあ確かにな。そうしてんな。ああ、そもそも何で目的が人工呼吸なんだ。そうだよね。うん、そうなるよね。あ、そこ気づいちゃいました。あくまで例え話ですから。あくまで。西くん惚れてんな、東くんに。そうか、難しいことは分からないけど、助けてくれるなら十分だ。優しい？天然ちゃんだね。その場になったら東くんは今と違う考えをするかもしれませんよ。え？いや、そう、でもそう。まあ、それはそう。うん、お、助けろよって。なんで助けへんねんってなるもん。いえ、なんでもありません。培養水。あ、要望があるようです。あ、やった。要望答えてあげましょう。はーい。ご飯あげたいよね。要望は時間内に叶えてください。はい。時間が短くなると色が変わります。ああ、なるほどね。はい、はい。なんかよくあるよね。信号機と一緒だね。CM とかでさ、なんか、食べ物待った外国人に作ってあげてさ、遅いとゲージが悪くなって、ブーンって掘り出すってバカする。